シングルマッチ20分一本勝負を行います。1.4 から1日が経ち、いよいよ始まる 1.5。 ここからまた新たな戦いもさらにスピード加速していこうかというこの墨田区総合体育館、その場内に真っ先に流れ始めた陽気なリズム、田口ジャパン監督田口隆介を迎えます。一気にダッシュ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 、この1.5、入場曲とともに対戦する選手が発表になります。まずこの第1試合はシングルマッチという発表になりました。さあ田口のですから対戦相手が誰なのか、わあいきなり来ますか。あこれはもうこの曲が流れ出し、ゴーエース、ゴーエースと場内もどよめきました。なかなかシングルマッチですよね。そうですね、なかなか珍しい組み合わせですねこれね。第1試合から新日本プロレス代表取締役社長棚橋博の登場です。1月4日東京ドームでニュージャパンワールド認定 TB 王座をそのベルトも手にしました。チャンピオンベルトを腰に巻いた棚橋が第1試合で登場、いきなり田口隆介と向き合います。いやちょっとこれはなかなか珍しい組み合わせでのスタートということになりそうです。今ちょっと検索したらですね、2019年のニュージャパンカップの2回戦でやってるんですね。あなるほど、2019年、だからもしかしたら4年5年ぶり、まあ、そうなりますね、その時はドラゴンスープレックスホールドで田中選手が勝ってるようですね。ニュージャパンカップ2回戦ですね。なるほど、昨日取ったばかりのベルトを腰に棚橋がファンの声援に応えます。めっちゃこじつけるんだったらドラゴンスープレックスで勝ってるのがこの辰年につながるという。ああなるほど、めちゃくちゃこじつける、持ってきましたね、引っ張ってきました、めちゃくちゃ引っ張りました、引っ張ってきました、かろうじてわずかにつながったその糸でこの第1試合導かれたのかどうか。ただなんとも楽しみなカードであることは間違いありません。坂本優也、シングルマッチ20分一本勝負って言ってましたね。そうですね、あただ田口がマイク要求してますよ。社長、社長さん、一つ 1.4 が終わり 1.5、 次のドームまで新日本プロレスが何を見せるか、それをこのオープニングマッチ新日本プロレス見せなきゃいけません。おすごく真面目なこと言ってます。真面目な意見ですね。すごく真面目です。ニューイヤーダッシュ新日本プロレス2024年勢いつけていきましょうよ。ぜひそのタイトルマッチ、おおニュージャパンワールド認定 TV 王座選手権挑戦させてください。おおマジか、ここで挑戦表明。第1試合から社長、ね、社長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 、この社長の発音だけちょっとね、なんかちょっと、ね、東南アジア系ですね、発音だけちょっとあれなんですが、はい、マイクを丁寧に渡します。やりましょう。おー即座に受諾しました。田口選手これお年玉と言っていいんじゃないですか。右手で強くガッツポーズ田口隆介ですから、チャンピオン田中博選手の合意もございましたので、この試合はニュージャパンワールド認定 TV 選手権試合15分一本勝負となります。15分になりましたね。おわ急遽これがタイトルマッチに変更ということになりました。チャンピオン田中博選手よりチャンピオンベルトの返還です。いやですからミラノさん、はい、これ 1.5 この墨田区総合体育館、はい、いきなりタイトルマッチで始まるということになるんですね。あの新社長はですね、お年玉の配布がすごいですね、すごいですね、すごいです、大盤振る舞い惜しみない、はい
いきなりのタイトルマッチでのスタート、棚橋ひろしのこの TBO 王座そのベルトをかけた初の防衛戦がここでいきなり開かれるということになりました。田口選手昨日ドームでは試合がなかったので、はい、今年試合始めなわけじゃないですか。そうですね、はい、いきなりタイトルマッチですね。昨日田口龍介はあのニュージャパンランボーでの、ね、出場もありませんでしたから、はい、これが2024年戦い始めになります。さあ急遽組まれたタイトルマッチは15分一本勝負、ニュージャパンワールド認定 TB 王座、王者田橋、挑戦者田口。いやこれですからミラノさん、はい、まずそもそもこの2人のシングルマッチどんな戦いになるのか楽しみだったんですが、はい、それが15分一本勝負という形になりました。そうなりましたね、しかもこれ田口選手からするともう勝つとものすごいこうご褒美がついてきますんで、はい、2024年の田口選手のレスラー人生っていうのが変わってきますよね。いや本当にそうですね。これそしてあの、まあ、15分ですからね、はい、あのこれまでベルトを持っていたザックの戦いぶりで言いますとかなり序盤から仕掛けていく展開も多かったんですが、ただ手四つが息が全く合わないですね。全く合わないですね。合わないというかこう心理戦をかけてると言いますかね、あえて外していってるということなんですかね、はい、まあ、長年新日本のリングを舞台に戦ってきた2人であることは間違いありません。ヘビーとジュニアという階級の違いはあれどこのリングを支えてきた2人です。ザック選手というこのかなりのテクニシャンから棚橋選手ベルトを取ったわけですからね、はい、今日はここで田口選手のテクニックの一面いろんな面が出てくるのかですよね。ここはしかし田口が走らされています、走らされています。いきなりこの2024年戦い始めの田口龍介、そのオープニングでいきなりこの長距離走ということになってしまいました。大丈夫か、ちょっとスピードが落ちてきたか、はい、ちょっとスピードが落ちてきたか、なんとかどうだ、なんとかどうだ、頑張れ頑張れ、まだいける、ラリアットかわされる、そしてそれが真ん中を上げたぞ、危ない危ない、なんとか懸命に振りほどきました。でもスタミナをですねしっかりこう減らしておいてから抑え込むっていうのはやっぱこの頭脳戦はちょっと田橋選手うまいですね。そうですね、逆に田口としてはまんまとその罠に引っかかってしまいました。そして今度はお尻に集中的にダメージを与えられています。ちょっとやられ方がおかしいですけどね。 OK エルボーズゴー。ここは観客の声にも応えながら棚橋宏リングの中央、田口の反撃。いやこれねミラノさん、本当に我々忘れてはいけない、田口龍介がいかに実力者でテクニシャンかっていうことですよね。そうですよ、梅道場そして新日本プロレス生え抜きの選手、はい、そしてね先日亡くなりってなってしまいましたこの木戸選手の推しを受けてますから、ですからそれだけの力を持っている選手が田口龍介です。それだけに、まあ、普段ねもちろんのらりくらりと戦う姿あるんですが、わずかな隙ではあれば前方回転地獄鉄、田口選手の知り始めが成功しましたね。こうして一発見舞っていくことは間違いありません。さあ棚橋が場外にいる、それを見やる田口龍介、三角飛びで飛んだプランチャー、ドンピシャ、田口選手後頭部打ちましたね。完璧に捉えていきました田口龍介、しっかり体を浴びせていったので、やっぱり田橋選手この全くこらえることができずに後頭部も痛打してますね。これがですから、まあ、もちろん、ね、階級で言えばヘビーとジュニアという差はあるんですが、はい、その体重差を埋めるような高さ、はい、そして的確に当てていくということなんですね。そうですね、胸に飛んでいくとキャッチされてしまう可能性があるんですけど、はい、ちょっと顔気味にかぶせることによって相手もキャッチしづらくなってきますよね。そしてブレーンバスター投げていく、そのままクラッチほどかない、いやしかしここは棚橋返していった、ツイストアンドシャウトで絶好いける体勢ですからね。これはおお、それでも田口も投げる、これはどっちだ、次どっちだ、今度は棚橋ツイストアンドシャウトの連続、どうするかですよこれ、棚橋が行くか田口がスリーアミーゴス返すかどうか、お互いダメージありますから、さあどっちだ、リングの中央がっちりとがっちりと組み合う、田口がいった、2度のツイストアンダーシャウトをもらいながらそれでも返したスリーアミーゴス、さあ来たりますね。さあ田口龍介がさらに勢い加速させていくか、さあ来たり始めいくか、2024年1月5日おやい、戦い始めの田口龍介決意へ、思いっきりお尻から体重乗せていきました。
そしてそのままフォール、カウントどうか、カウント2、しかし対1は押し込み取っている。ちょっとこれ初日の出じゃないよ、赤いパンツ出てますね。ちょっと出ます、ちょっと出てますが、まだ大丈夫ですね。これはある種演技ものということでいいと思いますが、田口は足首を取ったところから持ち替えて、ドドンの体勢ですが、いかせない、いかせました、いかせました、いかせろ。このねタイツでね、抑え込むとかなり相手は厳しいですからね、まあ、いろんな意味で厳しくなる瞬間ではあるんですが、いろんな意味です。棚橋が逆にここは田口に対した、丸め込んでどうか、バックロールクラッチをいかせない。しかしここは田口がそのまま返していく、さらに丸め込んで、惜しいですね今のね。いやしかし昨日もあのザックとの丸め込み合戦を制した棚橋に対して田口も引けを取らないんですが、考えてます、考えてます、考えてますよ。あっと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 、もう出とるやないか。半分逆に田口が丸め込む、棚橋が丸め込んでいく、カウントめっちゃ、これは起きて破りと言っていいでしょうかね。勝利で勝ったのは棚橋ひろし。どちらも出たが、取ったのは棚橋でした。いやこれちょっと本当の意味でのお年玉になるかと思ったんですけど、そこは大丈夫でしたね。そこはね、さすがに最後の一戦は守りました。いやただこれもう本当にギリギリの勝負になりました。これは田口選手にとっていきなりこの自分がやってきたことが自分に返ってくるというブーメランな1年の始まりになってしまいますね。なるほど。いやただこれなかなか今改めて見てもちょっと皆さん際どい勝負でしたね。際どい勝負でしたね、もういろんな意味で際どい勝負でしたね。5分40秒、棚橋ひろしが勝利。今ちょっとねその際どい部分はうまくロープで隠れてましたんで、ここはカメラさんのファインプレーもあったというところだと思います。なんとかベルトは守り抜いた棚橋ひろし。ああでも棚橋選手が苦悶の表情ですけど、今ちょっと、ああもう田口がかなり気にしてますね。まあねこれ普段ね自分がやってることの方を、自分がやられた場合こうなってしまうよっていうね、いいこの人生の教訓、プロレスは人生の縮図ですからね。ああなるほど、やっぱり学ぶことが多いですね。学ぶこと多いです、皆さんもこういうのをプロレスから学んでですね、私生活、普段の生活に生かせるとか生かしていってほしいなと思いますね。人の振り見て我が振り直せというふうに言いますが、さまざまな学びがあるこのリング上。今そして戦った両者、いや昨日取って今日はもう防衛記録が1ですよ。そうですね、はい、いやこれで棚橋ひろし昨日取ったベルトまず一つ防衛ということになりました。音楽が止まりましたが、これは映像が流れ始めましたよ。これは道着、マットリドルからの挑戦表明と見ますか、これ元 WWE。 ああこの映像を受けて棚橋がまたリングの中に戻ってきました。いつでもやってやるけども、彼知らないから帰って勉強しとけよ。
挑戦自体は受けてやる、ただお前のことはまだよく知らないんだと、そんな返答になりました棚橋宏。これは相手からするとちょっと屈辱ですね。そうですね、はい、ですから先制パンチと、カウンターパンチをしたような感じになりますね、挑戦表明に対して、どん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 このベルトを狙うものは現れてきます。それを跳ね返していく、そんな2024年になっていくんでしょうか。棚橋宏5分40秒、田口隆介からこのベルトを防衛してみせました。